ネガティブトランジション、方から死の切り替え、のテーマでございます。いいですか。ただこの前に大事なのは、大事なのだよ、攻めの質、クオリティ、レベル、これが高くなかったら今日の練習全部崩れ落ちる。方向的なポジションから行うけども、質求めてやりましょう。認知、サポートの原則、それからパスの原則、コントロールの原則。して僕なんだ、声が僕なんだ、美しくなんてもうなくたっていい、どうか見ていてくれ、何もなくずっと笑うなよ、こんな僕だってさ、いかがだ。攻めでボールを取られた瞬間に相手ボール保持者に対して誰がプレッシャーかけたら、一番ボールに近い、一番ボールに近い選手がどこを切りながらプレッシャーかけたら、行かれたくないのはどっち、前後ろ、前に行かれたくないから、前に行かれないように縦を切りながらプレッシャーかけたら、強くて速く何パーでかけたら、相手をどういう状態にしたら、後ろを向かせ、後ろ向かせて顔は顔を下げる状態、相手を追い込んでいきます。ボールを失った瞬間にボールに一番近い選手が早く強く縦を切りながら相手の陣を奪うこと。 OK、 まずここからいきましょう。ここから決まってくるよ、今日のコンテスト。 OK、 アグレッシブにやりましょう。分かれて、行きます。攻めてボールを失った瞬間ね、陣奪いましょう。 OK、 これここからいきましょう。 OK、20分、25分やり続けたらすぐでしょ。
節だったり、あとは時間帯、シャンシュバきついじゃん、これあるの。だけ、だから試合の序盤にプレッシングかけてきましょう。で、試合の終盤はもちろんスコアにもよるけど、引いて守りましょう。使い分けもちろんあります。だけど今日はコンセプトだったからプレッシングの、ことを行ったけど、よかったね。行け。